熱いマイバッグをやっていこうと思います。皆さんこんにちは、みゆです。今日は、バッグの中身紹介、熱いマイバッグをやっていこうと思います。ちょっとこのバッグにしてから本当はね、やりたかったの、すぐやりたかったんだけど、私本当にバッグの中身が少なすぎて、バッグの中身だけはもうミニマリストすぎるの。だからちょっと前からそんなに大して変わってもないし、なんか参考になるかな、一本の動画にしていいかなと思ってたら、結構これを買ってから経っちゃったんだけど、やっぱね、このバッグが自分の誕生日、29歳の誕生日に買ったんだけど、本当にお気に入りで、でもう多分過去一お気に入りなんじゃないかっていうぐらいお気に入りで、やっぱ毎日使ってるし紹介したいなっていうことで、今のねバッグの中身をもう本当リアルな感じ、いつもはちょっとバッグの中身紹介やるときちょっと整えたりするんだけど、もう今日は整えたりもせず、まあレシートぐらいは出したんだけど、本当ちょっとリアルな感じで何も足さず、もうそのままリアルにお届けしようと思います。もうこのバッグ、サンローランのバッグなんだけど、本当に可愛くてサイズ感もちょうどよくて、私大きいバッグを持つのがすごく苦手で、重いものも苦手っていうのもあるんだけど、私のね多分普段の格好的にっていうのもあるかもしれないけど、あんま大きいバッグを持つのが似合わないのね。でちっちゃいバッグが好きで、ずっとちっちゃいバッグを持ってるんだけど、もう今までで本当に一番お気に入りだね。これはこの前まで持ってたやつも本当にお気に入りだったんだけど、もうなんか買った時は大事に使おうと思ってたけど、結構今もうガシガシ使えてて、いい感じにもう自分のものになってきて、もっともっと自分のものにしていきたいなっていう風に思ってるんだけど、そんなこの中身を紹介していこうと思います。ね、大きさはこれね、ミニサイズの方もあるんだけど、私はミニサイズじゃない方にして、私はスムースレザーっていうのにしたんだけど、黒子っぽいやつに加工されてるやつもあったんだよね。で、私の一個前まで使ってたバイファーのバッグも黒子の加工がされていて、で黒子のね加工がされてるだけですごい傷も目立ちづらいし、あのバッグ白かったのにもうすごいガシガシ、本当もう投げたりしても全然大丈夫なぐらい、そう使えてて、本当はねこれも黒子にするかすごく迷ったの。でもやっぱちょっと黒子よりもっと使いやすいのはスムースレザーじゃん。だからスムースレザーにしたんだけど、こうねやっぱ爪とかの引っかいたりするっていうのはこのスムースレザーはちょっと弱いかもしれない。ただ今のところなんか目立つ傷っていうのはできてはいないんだけど、ちょっとね外工事してるから、もしかしたらこう音が入っちゃってたらごめんね。そう、このね金具の部分をこうね、この穴の中に入れて引っ掛けてるの、わかる？だからこれを入れるときに結構ねこの周辺を爪で触っちゃうっていうのが結構気になってたんだけど、今のところ傷ついてないから、まあ結構爪をとんがらせたりしてなければ、爪をこうちゃんと手入れしてれば大丈夫なんだけど、そこがね私的に結構一番気になるポイントで、それがあることによってここを結構気をつけて扱わなきゃいけないことによって、こうお財布だったり何かしらの、出入り出入りって何ていうの、こう入れたりしまったりするの、それがちょっとめんどくさい。ここがねチャック系のやつを前使ってたんだけど、その方がね全然使いやすいし、こう盗難防止だったりっていう面でも、これ何もこう本当ここだけだから、こうスッて取られちゃう心配があるバッグだなっていうふうにはこう使ってて思いました。でも全然なんかそんなに私電車乗るわけでもないし、満員電車とか乗るわけじゃないから、スリーとかには日本だとねそんな合わないだろうし、今のところは全然大丈夫なんだけど、まあここだね、ここが私的に気になるポイント、このっていうことで、この中身今ちょっとね出しちゃってるんだけど、一つ一つ紹介していこうと思います。あ、ちなみにこの中にはこんな感じで一つだけちっちゃいポケットがついてます。ここになんかね小銭とか出たらバーって入れちゃったりしてもいいしっていう感じかな。ほんと細かいもの、レシートとかを入れられる。これサンローランの店舗で、買おうとすると30万近くするんだけど、ファーフェッチっていう海外のサイトを通すとこの黒だけは23万ぐらいで買えたんだよね。他のねカラーは30万かな、ほぼ変わんない値段だったんだけど、そう黒だけはちょっと安く買えるので、もしこの動画見て欲しいなって思った方いて、店舗とかで、私も店舗とかで見てからこうちょっと
あの自分の肩とかにかけてみて、あの通販で買ったんだけど、まあ、一応返品とかもできるサイトなんだけど、そうファーフェッチの方が安いよっていうことをちょっとお伝えしておきます。ってことで中身を紹介します。そしたらまず一番使うのお財布、メゾンマルジェラのフラグメントケースを使っています。こんな感じで、もう薄っぺらくてカードが5枚入るようになってて、各セクションにまあ2枚ずつ入るかなっていう感じなんだけど、そうすると結構分厚くなっちゃってチャックがね開けにくくなるっていう感じだけど、まあこれねほんとコンパクトで使いやすいです。私もバッグすら持ち歩かない時ある、まあ財布すら持ち歩かない時あるんだけどね、もうスマホ決済だけでいけちゃうじゃん。だけどまあ財布だけは持つっていう時はもうこれをポッケに入れられて持っていけるので、もうお財布っていうのはもう何年も使ってないね、本当にお財布を使わなくて。でも一応さ現金持ってないとたまにやっぱりさ使えないとことかあったりするじゃん。なのでこう現金を一応1万円と1000円とその時によって違うんだけど、大体ね1万円札入れてるかな。であとはこのスタバのカードが、このねプレゼントでもらってから可愛いから、この蝶々型のスタバのカードによくチャージして使ってるんだけど、これもこのチャックのところに入れて使ってます。このフラグメントケース自体結構人気だから買おうか迷ってる方とか多いと思うんだけど、すごく私的には買ってよかったです。ただねこう開きづらいんだけど、あのお金を本当に使わない人、マジでカードだけっていう人ならもうここでパッと取れるので、ここからパッと取ってカードで払えるので、お金の出し入れする人じゃなければとってもおすすめです。このレザーの感じもすごくしっかりしてるから、なんかね爪とかの跡がつきにくい、こうスムースレザーじゃなくてちょっと加工されてるボコボコってした素材なので、本当ガシガシもう爪とか当たりまくるんだけど全然傷一つついてないし長く使えそうな感じです。ちなみにこれもファーフェッチで買いました。なんかファーフェッチの案件みたいだけど、ファーフェッチから案件になってきたらもう夢のようだね。そんなことがあればいいんですが、普通に自分で買ってます。次、財布より大事なものあったわ。私は iPhone 13 Pro だっけなを使ってるんだけど、このケース自体はもう何でもないただのクリアのやつをつけてるんだけど、あの数ヶ月前に iPhone を落としてしまい、中のデータがもしかしたら全部飛んでしまうかもっていう事件を起こしまして、なのでもうなんかさ、あのコーティングしてもらってさ防弾にできるやつみたいなの知ってる？なんかハンズとかで私はやったんだけど、ハンズにあってもうなんかバンバンさペンチペンチペンチじゃなくてなんかで叩いて見せてくれたりするんだけど、ほんと強くなるやつをやってもう落としても大丈夫なようにしてるっていう感じなので、ガラスシートとかも貼んなくていいし、落とした時のこの不安が若干軽減される。画面とかは割れないけど、なんか中がねやっぱおかしくなっちゃうっていうことはきっとあるかもしれないから、まあ落とさないのが一番いいんだけど、私本当に落とすのね。そして iPhone をとってもなくすんですが、この防弾のやつにしてからすごく心強いのでよく落としてしまう方にはとてもおすすめです。そんなにね iPhone ケース買うとかよりはちょっと高かった気がするんだけど、両面全部後ろ側も全部やってもらったんだよね。だけど多分修理出したら 13,000円とかするよね、 Apple ケア入ってても。そう考えると多分ねそれよりは安かったと思う。次にじゃーん、この鏡張りになってる AirPods のケースになります。これねちょっとあの分厚くなっちゃうからかさばるんだけど、あのミラーになってるからこうリップとかを直したい時によくて、これSHEINで買ったんだけど、これねすごいいいなと思った。ただねちょっと思ってたよりでかかったかな、ちょっとこう厚みが出ちゃうし、あのカメラとか入れる日、今日はもうお出かけする日っていう感じでそのまんまを紹介してて、今カメラここで使ってるからさ、この中にカメラ入れて紹介してないんだけど、カメラ入れる日とかなるとこれね取って入れないと結構荷物、他にもさバッテリーとか持ちたかったりすると本当にね少しで変わってくるじゃん。このぐらいの ちっちゃいカバンだともうちょっと膨らんじゃうか膨らんじゃわないかとか、そういうあの戦いになってくるので、そうするとね外す時もあるっていう感じなので、バッグに余裕がある人にはとてもおすすめだけど、本当にちっちゃいバッグ使ってるとかだとこのケースおすすめしないかも。でも鏡を普段持ってる人とかなら、その鏡とこれが一体化になって、そうなったらちっちゃく感じると思うって感じかな。普通にねちゃんとめっちゃ見えるよこれ。次にごちゃごちゃしたものをいろいろねごちゃごちゃっと入れてるポーチになります。こんな感じの白い
ポーチ。このポーチ自体はこのネックレスについてきたやつだから、これだけでは売ってないんだけど、まあこういうやつってさよくあるから、そういうついてきたやつとかで結構私使っちゃうんだけど、この中にもうこの中ねちょっと汚れてほしくなかったりするので、あのその日に持ってくリップだったり、あとは香水とかそういうちょっと細々したものを入れてます。まず絆創膏偉くない？もう絆創膏だけはね結構ねもうずっと持ってるかな。やっぱ子供がいるっていうのもあるし、絆創膏はねずっと持ってるわ、もう何年もちゃんと。あとはちょっとちっちゃい香水をいろいろ持ち歩いてて、まず最近の推し香水、これがシンピュルテのマインドフルフレグランスオードパルファムブラックベリー&ジャスミンっていうやつで、これね夏にぴったり、本当にいい香りがする。ただなんか結構単調な香りというか、すごい深い香りっていう感じではないんだけど、オーガニック系かな、成分も良くて、私あのヨガのアイテムとかにこうシュッシュってしてからタオル、そうするといい香りになるから、それでレッスン受けたりもするし、もう本当にいい匂い、もう本当に私この匂いがすごく好きで、ミヒが最初にあの買ったんだけど、結局それがいい匂いすぎて私も買いました。もう本当ブラックベリーとちょっとジャスミン香ってくるっていう感じだけど、まあほぼブラックベリーかな。もうめちゃくちゃいい香りなので、これは見かけたらぜひ嗅いでほしいんだけど、家でまず他の香水とかをつけたりして、もうその香りがなくなってきちゃったらシュッシュってやるとか、出先とかではねそういう感じで使う。あとはどっちもサンプルサイズでもらったやつになっちゃうから、ちょっとすごくちっちゃいんだけど、ディプティックのオードトワレのオーデサンスとルラボのパチュリ24オードパルファムっていうもので、これどっちもとってもいい香りです。まずディプティックのこのオーデサンスってやつは、これもまた夏にぴったり系のやつなので、もうこれなくなっちゃうんだよね。これねちょっと現品サイズ買うか迷ってるぐらい本当にいい香り、もう夏の香りっていう感じがします。もう香り伝えるの私苦手なんだよね。結構柑橘系の香りって言えばいいのかな、私柑橘とかそういうちょっとフルーツ入ってる、あとフローラルな感じ、ジャスミンとか大好きなんだけど、結構すっきりめが好きなの。あんまり重いものは結構おえってなっちゃうんだけど、ずっと嗅いでると結構軽めな香りが好きで、そういう人にはすごく好きな香りだと思う。でこっちの、ルラボの方、これはねめちゃくちゃ本当これは深い、めっちゃ深い、本当パチュリのいい香りがして、もう少しつけただけでめちゃくちゃ香るのね。ルラボの香水も本当に欲しいんだけど、ちょっとこれはあの誕生日プレゼントでもらったやつのサンプルで入ってたやつだから、もっといろんなやつ嗅ぎたいなって感じで、今度ルラボ行こうかなと思ってるんだけど、もうこのちっちゃいサイズがマジでありがたい。次リップクリームは最近このハーローバームを持ち歩いてます。こんな感じの、これねちょっと赤いんだけど、ほぼねこの赤はつかない感じだけどね、すっごいいい香りがするの。これチェリーなんだけど、そうすごいいい香りがして、あとね塗り心地がいいっていうのと、なんかさリップってさ、なぜかリップなのにリップを塗って荒れるやつとかあるじゃん。そういうことが全くなく、使い心地がとっても良くて、ベタベタにもならず、いい感じにこうスルーって塗れるような、リップで、すごいお気に入りで使ってます。あとはその日に塗ってるリップカラーたちを持ち歩いてます。私は今日はパトリクタのシーズストロングっていうリップライナーを持って、トムフォードのジェラルドっていうこのリップスティックを塗って、さらに上からパトリクタの、グロスを塗っています。このマジュアーグロウっていうリップシャイン、ちょっとスースー感のあるキラキラな可愛いグロスを持ち歩いてます。あとは家の鍵と車の鍵が入ってます。ちょっと鍵はあの見せないでおこうと思うんだけど、鍵もこう中でさ結構鋭かったりするから、中傷つけたりするのが嫌なので、もうこのポーチが欠かせない。そして最後にじゃーじゃんキャンディーを入れてます。このアイハーブで買ったココナッツの、トーステッドココナッツハードトフィーっていうキャンディーなんだけど、これがもう本当に美味しいから、
ちょっとみんなに食べてほしいんだけど、マジで美味しい。これなんかちょっと口寂しい時あるのね。やっぱり運転とかしててちょっとなんかキャンディーとか舐めたかったり、あとヨガのちょっとレッスンの前に食べたかったり、お腹空いてちょっと空いてるんだけど買うほどでもないなぐらいの時にキャンディーあるだけでマジでコンビニで余計なもの買わなかったりするし、いいから結構持ち歩いてる。で本当に美味しいから、この飴マジで試してほしい。そんなに飴にめちゃめちゃ感動したことって今までなかったんだけど、これ本当に美味しいですっていう感じで、あのハンカチなんてティッシュなんて本当に持ち歩かない人間なんですが、はい、私のバッグのガチのリアルな感じだとこんな感じです。もうほとんど何も持ってないに近いかもしれない。もう当たり前にみんなが持ち歩いてるものしか持ってないんですが、そんな感じでいつも過ごしております。少しでもね参考になれば嬉しいんですが、このバッグ自体も欲しかった人とかいるんじゃないかなと思うんだけど、本当に可愛いからマジで買ってよかったって思えるバッグです。なんか買っても結局ちょっと使わなくなっちゃうなっていうバッグと、本当に私は毎日のように使うバッグとっていう風に分かれるので、もう私これは毎日バッグとして使えるバッグ、本当どんなファッションにも結構合わせやすいし、結構シンプルな服の時にこれを持ってるだけでやっぱりちょっと締まるというか、結構かっこよく決まる。こういう今日 H&M のこのトップスを着てるんだけど、こういう時でもかっこよく決まるっていうのがあるし、昼でも夜お出かけの時でも使える、もう万能すぎるバッグなので、ぜひ皆さん気になった方はチェックをしてみてください。なんかおかしいね。はい、こんな感じで、やばい、めちゃくちゃ暑い。最初と比べて多分あの髪の毛跳ねてきたんじゃない？ちょっと汗ばんできちゃって、最初さガンガンに一回冷やして、この撮影が始まった時にちょっと切ったの。この部屋さめちゃくちゃ狭いから、でここにさクーラーあるからさ、もうカメラに直当たりするわけよ。なのでちょっとクーラーの音切んなきゃと思ってクーラーごと切ったんだけど、もう汗びっしょりなんだけど、やばい、本当に暑いね。みんな本当夏までには気をつけて。ミヒもだいぶ治ってきたんだけど、学校はねあの1日だけ休んで、1個前の Vlog でねちょっと休んでるんだけど、1日だけ休んでもう次の日から行けてるんだけど、やっぱね食欲はまだ戻ってはなくて、そうみんなも夏バテには気をつけてくださいっていう感じで、今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。あ、ちなみにインスタグラムのさあのスレッズも始めたので、私ちょこちょこつぶやいてるので、ぜひ皆さんフォローお待ちしてます。じゃあバイバイ。